こんにちは。愛とお金の関係ですね。まあいろいろと意見はあると思いますし、まあ、はっきり言ってね、これ一つが正しいってものはやっぱりないと思うんですよ。それぞれの状況によっていろんな考え方があるのを、まあお互いにね、受け入れながらこの話は進めていきたいと思います。まさにそれが愛だと思います。自分と違うお金の使い方をしている人がこの世の中にいる、その人を否定しないことが大事なのかなと思いますけどもね。そうですね、やっぱりね、世の中に無駄なお金がないっていうのは私も本当そう思うんですよ。自分にとっては無駄だと思えても誰かにとっては有益なんでしょうね。例えばね、私みたいに複数の車を所有していて、吉田さんもそうですけども、まあ、はっきり言って移動手段じゃなくって単なるあぶく銭の道楽なんですよ。でもその道楽に仕事をかけている人もいるんですよね。例えば私のトランザムですけども、私のトランザムは83年式って言ってとっても古い車なんですよ。この古い車をメンテナンスしたり、オイル交換をしたり、それからタイヤの交換をできる人っていうのは近所にはいないんですよね。それこそ専門店の方に持っていかないといけないですし、そこには通常のディーラーの保険も何もありません。で、費用も高くなります。でもそういうふうな古い車のメンテナンスに生活をかけてらっしゃる方もいるんですよね。じゃ あ私がこの趣味を持たなければ、日本全国の方がこういうふうないわゆるね、あぶく銭を、あぶく銭っていうとね、私以外の人に失礼かもしれませんけども、いわゆる生きるのに必要ではないけども自分の趣味に数十万数百万っていうのをコンスタントにかける方がいなくなったらどうなっちゃうのかなと思うんですよ。よく生活保護の方がパチンコをねしたりとか、それからお酒を飲んだりすることを非難される方もいますけども、じゃあ何だったら許される娯楽なんだってことになっちゃいますよね。スゴロクだったらいいんでしょうか、駒回しだったらいいんでしょうか。私は生活保護の方がいわゆるね、萌え系のアニメを見たり DVD を買ったり、 Amazon プライムに、まあ、月額で入ったりとかね、そういうのすらダメっていうことになるのかなと思うんですよ。というのが、世の中に溢れている趣味ってのは、その趣味をフォーカスしていない人から見ると全部無駄なんですよね。もしかしたら人によっては、晩酌をすることがね、本当に楽しみで、だから充実した人生を送っていけるのかもしれませんけども、お酒なんて無駄だよねとかね、そんなの、ビールなんて飲まなくたっていいのにねとか、まあタバコもね、私はタバコもお酒もしませんけども、タバコと吸う方に対して、それ無駄なんじゃないのとか、それ何の意味があるのっていう論争を吹っかけても、自分には無駄だけども、喫煙をされてる方には喫煙されてる方の、まあ事情があると思うんですよね。まあいわゆる自分のお金をかけて自分の快楽を買ってるわけですから、否定できるものではないと思います。あ、ちなみにですね、喫煙者の方が、いやこれね税金払ってるんですごく役に立ってるでしょっていう理屈は、私としてはね、あんまり受け入れられないかなっていうところなんですよ。というのが、それほど税金を払ってることを主張されるんだったら、強調されるんだったら、タバコを吸わずに税金だけ払えばいいっていうね、そういう主張もあるんで税金を払ってるのもそうだけど、確かにそうなんだけども、主には自分の道楽で吸ってるんで、別に税金を強調することはないかなと思うんですよ。でそこまで言っちゃうと、それこそね、なんですかね、エロ本を買ってる人もそっから税金が支払われてるよねっていう理屈になっちゃうんですごく面白いね、ファンタジーになっちゃいますよね。まあでもそういうふうに、いろんな人にはいろんな理屈があるわけなんで、それを自分の基準と違ったからといって否定するものではないですし、例えばこう、なんですかね、心のこもってない愛情っていうのはね、いや心がこもってなければそれは愛情とは言わないんじゃないかなっていう定義もあったり、いや心がこもってなくても重ねていくに従って愛情は募っていくもんじゃないの、もしくは心がこもってなくても、自分は心がこもってなくても受け取る方がもう十分な愛情を感じていればそれはいいんじゃないかなってこともあったりするわけですよ。まあ例えばね、子供に釣れないことをされても夕食をコンスタントに作ってね、お礼は一回も言われたことがないけども文句ばっかり出る、でもご飯を作ってくれるお母さんって、じゃあ愛情ないですかねってことなんですよ。私は愛情あるんじゃないかなと思うんですよね。でも両方双方向で相思相愛じゃないと愛情は成り立ちませんっていうことになると、そうだなと、ワンサイドラブっていうのはこの中にあるから、それは愛情が成立しないよねってことになっちゃいますし、これはね、何度かある風俗関係の方、女性の方とやり取りしたこともあるんですよ、この同じテーマで。そうするとね、いや愛情は私を指名してくれることらしいんですよ。その人が刹那的な
享楽で私のところに来るにしても、私はお金がいるのと、そしてこの仕事をしてるの、だからこの仕事を支えてくれるお客さんが全員私はね大好きなんですって言うんですよ。で一瞬であろうともね、そこには恋愛関係が絶対あるっていうふうにその方は言うんですよ。その空間に来たら全てを忘れて男性は私を愛してくれた。もちろん40分90分過ぎたら去っていくけども、でもその暮らしの中に、その男性の暮らしの中に私はたまに出てきて、で何々ちゃんに会いたいなと思ってまた来てくれるっていうことがある限りは、いつかはこの関係は終わるけども、でもそれは夫婦関係だって、どんな恋愛関係だっていつかは終わるでしょ、うん、で、肉体関係ではなくて本当に心から愛し合って結婚した人の、じゃあ3分の1が離婚する、この現状はどう考えるんですかとか、結局愛っていうのは冷めていくし幻想なんじゃないの、うん、で私が思うのはっていうふうにね、言ってくれることが結構私の胸を打ったんですけども、私は本当に誰かと愛し合いたいと思ってるけども、それは愛し合う関係が今日生まれるものではないと。ずっと過ごす中で50年60年過ごして、どっちかが先に死んでしまった時に、あ、確かにここに愛は完成したんだなって思えるもんだと思う。だから恋愛を始めた頃とか、そしてね恋愛を10年20年かじったぐらいでそこに愛があるなんて私はとても感じれないんです。たくさんの人と肉体や恋愛恋バナをして思ったのがこういうことなんですよ、久保さんっていうふうに言うとね、あ、確かになと。まだまだ私もね恋愛の初心者であって、何一つ言えることはないなというのがね、うん、そこで感じたことなんですよね。ちょっと待って、はい、ここからですね、私のまあ、愛とお金の関係についてちょっとお話ししようかと思います。これは私個人が考えていることなんで、これを見ている方に押し付けるつもりでは何にもありません、そうしない方があってもいいと思いますし、まあ、そもそもね愛もお金も自分がどういうふうに切り取るかだと思うんですよね。で私の場合は40歳まで自分勝手な暮らしをしていたと思います。まあ、自分さえ良ければいいし、自分が最も幸せだと感じるものが周りの人から見ても幸せなんだろうな、特に家族に とってはね、親とかから見ても私が自由に生きること、何不自由なく自分の思い通りに生きて思い通りに死んでいくことが何よりも親が願っていることなんではないかなというふうに決めつけて生きてましたね。でもちょっとね考えてみたらそうではないんじゃないかなというふうに思い出してきたところもあって、考え方が大きく変わった時がまさにね、その時だったんですよ、40歳になってから。でその時はまだ全然お金もなかったんですよね、まあ、43歳の時に私結婚式したんですけども、その時にまだ1000万円以上借金があったことを誰にも言ってなかったんですよまあでもねものすごい速度で返済は済んでいたんで、それこそね、まあ、毎月100万円とか200万円の返済をどっかしてたんですよね。まあ返済しない時もあったんですけども、まあそうなってくるとね、例えば3000万の借金を30ヶ月で返せるわけですよ。30ヶ月っていうと2年とか3年じゃないですか。まあ何でもないなっていう気持ちはしましたね。ただ厄介なのは、稼ぎながら納税をしながら借金も返すっていう道のりがいかにね本当にすごいことだったかなと。以前与沢翼さんも大きな借金を抱えたことがあった、税金の滞納を抱えたことがあったってことを話してましたけども、まあ投資以外でお金を返すとなるとものすごく大変だったんじゃないかなと思います。私は投資ではなくてビジネスでお返ししましたんで、本当にねビジネスの後に課税をされた上で、本当にこう稼ぎの半分ぐらいがなくなった上での返済だったんで、本当にいつもカツカツだったかなと思います。でもカツカツだったんですけども、その辺はねキャッシュフローをきちんと計算して回りましたんで、日々の暮らしには不自由しないようにしてました。まあ、それを覚えたのが不動産での利益の取り方だったんですよね。で不動産の商売っていうのは元手が全然いらないんですよ。それこそたまたま見かけた土地に、あ、ここにコンビニができたらいいなと思ったら、コンビニのね事業部の方に、その土地のことを紹介して契約書を取るわけですよ。で私がその土地を買ったら必ずコンビニを出してくれますよねってことで契約書をまず取り付けて、その契約書を元に銀行に行くと、銀行は、あ、出店を必ずするという契約書なんでお金出しますよってことで、お金が1億5000万とか借りれるんですよね。じゃあ1億5000万を毎月100万返済するときに、100万返済するものを例えばね85万にするわけですよ。85万にすると当然返済期間伸びますよね。でも15万円は毎月自分の手元に落ちるんで、お金が全くないのに暮らしに困らないっていう状況ができるんですよね。考えてみたら世の中の仕事ってほとんどそれでやってるんですよ。まずは大きな借金を抱えて、その借金をちょろちょろ返しながら、その借金の中で自分の暮らしも成り立たしてるって形ですよね。まあ乱暴に言うとこんな形です。そういうふうなのがお金の勉強であるんですよね。
じゃあそう考えていくと、必ずしも貯金の中でねやっていかなくちゃいけないのかって、そうではなくって、自分の借金のできる枠の中で暮らしていって、そして可能な限りの返済を続けていけば、とりあえずお金の問題って急になくなるわけですよね。で、この手法を使える人と使えない人がいるってことなんですよ。誰が使えるかってことは、この手法を知らない人で、知ってる人はその中で使ってみようと思ったらこれ使えるわけですから。私はそれをね、まあ最初に知った時に、まあそしてね、もう思いついてはいたんですけどもね、1億円ぐらい借金して、で毎月ちょっとずつ返済したらそれでいいんじゃないかなと思ったんですけどね。ただ自分に予信枠がなかったんで1億円借りれませんでしたけども、ただね、やっぱり予信枠を取る方法ってのもあるわけですよね。で、そっから私はお金に関する考え方が随分変わって、そして借金すらせずにマーケットからお金を生み出す仕組み、つまりビジネスってものをやり始めてから、今の暮らしになったわけですよね。そうするとね、まあ、40歳になった時に借金は3000万以上あったんですけども、3000万以上あったその借金が今はもうないわけですよ。で、ないばかりか家も一括で買ってね、これも家も2800万ぐらいしたわけですから、それこそなんだかんだすると3000万を超えるわけですよ。で、修理をしながらここまで来てますんでね。で、毎年毎年100万円から200万円の付帯費用っていうのがかかってくるんですよ、一戸建てっていうのは。だからね、私はその40歳までそんなことを真面目に考えたことなかったんですよ。お金をどうするとか、なんとかね。でもまずは自分がお金がない状況とか何かに困ってる状況を親に知られるっていうのは、これは不幸を作り出してるんじゃないかなっていうふうに自分で考えた時に、毎日ね自由な時間があって、で人に喜ばれるビジネスをして、でお金にも困らずに逆にお小遣いをお父さんお母さんにあげるみたいな暮らしを送っていったりね。でそれから去年はちょっと難しかったんですけど、一昨年までは本当にね、親子旅行とか親子で一緒にね、会食をしたりとか思い出の土地に行ったりとか、昔を相当語り合う時間を持ってましたね。それこそ BMW やベンツなんて別に今日ディーラーに行って買っても全然困らないような状況です。今48歳ですけども、40歳までには私はね、自分だけ良ければいいと思ってたんで、いくらでも借金によったりとか人間関係で傷ついてもへっちゃらだったんですよ。でも自分の世界をちょっと広げて、自分の大切にするべき人を幸せにしようかなというふうな愛情を外に向けた時に、この金がないととりあえずできないこと多すぎるなと思ったんですよ。で、金があった上でお気持ちもやっぱりね、こう表現していくってことにかなり余裕が持てるようになりましたし、まあ、今はね、海外の事業にもかなり投資をしたり寄付をしてるんですけども、それが全部じゃあ無駄なのかなって言ったら、まあ私以外の人から見たら無駄なのかもしれません。もっと大切なことをやったらっていうふうな、大切なことの優先順位みんな違いますからね。まあ、それこそね、私本当に複雑な思いがするんですけども、自民党の国民生活支援ですよね。よかったね。一部の困窮者世帯にまあお金を配ったりしてますけども、そんなことをするんじゃなくて一律給付だっていうような意見もあるんですよ。でも一律給付したら公務員さんとか生活保護の方には出さなくていいんじゃないか、一律給付反対みたいな人もいて、お金に関してはさまざまなわけですよね。大和くんがね、昨日まで風邪だったんですけどもね、元気になって遊び出しましたね。まあでもね、大和くんが風邪をひいても最高の環境と私がずっとついていてあげれるっていうのもお金があるからこそできることかなと思います。まあ、今ね、大和くんが生まれる前からですけども、特別な事情を抜いてですね、私ほとんど360日24時間一緒にいるわけですよ。で、子供に教育も自分で直接施せているっていうところがあります。それこそ他人に任せる教育は今のところね、我が家ではないんですよね。ちょっと話ずれましたけども、私のその愛情とお金のバランスっていうのは、お金がないとできないことが結構多いなと思います、私の力量不足でね。でもお金がなくても愛情表現できる人はどうぞそれを使ってもらったらいいと思うんですよ。私はもう自分のね、心の狭さ、力量の小ささから言って、お金を使わないとできないことが多すぎるんで、お金を使いながらの愛情表現になってきました。で、インターナショナルスクールみたいな高いところに入れるのも、私が最高の教育をね、公立高校とか公立中学とか公立小学校とかっていうのになかなか見出せなかったんですよ、私の土地ではね。まあ、ですんで、まあ、ベストな選択肢としてインターナショナルスクールに、まあ、週に2回通わして、あとは自分で直接教育をしていくってことなのかなと思いますよね。本当考え方様々なんで、私はそういうふうにやって、もしかしたら失敗するかもしれません、分かりません。子供に売られるかもしれません。みんなと同じが良かったって言われるかもしれませんけども、でもね、時間は過ぎていきますからね。
ことを起こしていかないと一生なんてすぐ終わっちゃうんですよ。100年なんてね。で、これ最後になりますけども、織田信長がね、人生わずか50年って言いましたよね。となると私はもうね、もう50年なんですよ。で、これからもう一花っていう風なことは今だからできますけども、ちょっと昔だったらもうできなかったと思うんですよね。だからこれからもね、いつでも命をかけて生きていきたいと思いますし、愛する人のために身を投げ打つことは何でもないと思っています。まあ、ですんでね、私は10年後にもしかしたらこの家族の中からいなくなってるかもしれないっていう覚悟を持って毎日暮らしてるんで、それこそね、新しいことにどんどんトライしますし、1円でも高いパフォーマンスを得ていきたいですし、それからね、この世の中で YouTube を通じて出会えた人に少しでもね、いい影響を与えられないかなと思って日々、まあ自己練磨してるわけなんですけどもね。まあ隠居暮らしっていうのはとにかく勉強ができていいなと思いますね。自分の好きな勉強ができると。会社に勤めていたら会社に有利な勉強をすることでしか自分の立場を強くすることはできませんけども、自分の人生を生きている、隠居するってことは自分の求めるものをね、たくさん勉強できるんですよ。例えばね、昨日届いたんですけども、チェイサーって漫画がありますね。チェイサー、これはね、手塚治虫さんを目指して漫画を描く漫画家の話なんですけども、こんな漫画すらね、昨日、おとといまで知らなかったんですけども、おととい YouTube で知ってすぐに買ったんですよね、全巻。まあそういうことができるのもね、時間があるおかげかなと思ってますね。じゃあちょっとこの辺にしておきましょうか。